ノックチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは、ノックです。今回はですね、白スパー使ってガチアサリやっていきたいと思います。まあね、ちょっと白スパー使ってほしいっていう要望があったので、ネタもないのでやってみようかなと思います。ギアは、まあ、ゾンビベースで、まあ、イカ速とジャンタンで、まあ、機動力を若干高めに作ってます。まあ、積極的にアサリ集めて、まあ、ガチアサリを、まあ、入れるタイプの、もう前線張りまくってアサリ回収しまくって、もうガツガツルール関与していくみたいなね、立ち回りしていけたらいいなと思います。それでは試合の方に行きましょう。さあ、富士坪スポーツクラブのガチアサリです。パー2460です。頑張りましょう。ライターアーマー1人、ちょっとアーマーないのが怖いですが、まあね、トーピード使って割ることもできるんで、若干強気に出れますね。青スパはやっぱりスペシャルかメインじゃないとアーマー割れないっていうのは正直あんまり強くないですよね。ぐはっ、さすがにかわせないか。吐いた、アーマー溜まった、吐いた。ダイナモから倒していきたい。やべやべ、ギリギリ倒したけどやられちゃった。まあ一時交換なら大丈夫でしょう。さあ、左が若干攻められているのでちょっと見に行きたい。なんかおる、危な。ナイスキル、ナイスキル。まああとは大丈夫そうかな。おっと、おお、すごいすごい、ナイスキル。自分がキルしなかったのはので、ゾンビがねまた発動していると、まあ今のでなくなったんですけど。オッケー。さあ、アサリ作ると確か味方のねスペシャルとか溜まっていくんで、もうこれだけで有利と。まあ、やられたんですけど、着地履いたんであんまりスペシャル減らないでいいですよね、これ。さあ、あれ拾いたい。ナイス拾い、ナイス、ナイス。多分自分じゃ間に合わんかった。ナイスでーす。いや、こっちじゃなくて奥の方がいいな。奥の方飛びます。あれ、やられた。普通に着地使えばよかった。ケチってしまった。これはちょっと大失敗ですね。危な。危ない。オッケー。追いかけてこないか。さあ、急行拾ったぞと。うわー、めっちゃヒートがやばい。まあまあいいでしょう、3人も引き連れたら。さあ、相手11個でもうそろそろ食ってきた。やばい、ちょっと無駄に突っ込みすぎた、無駄に突っ込みすぎた。がまあね、ゾンビ1個詰めてるんで 2.2 やから、まあカムバックアリアと 1.5 の時ぐらい。あぶったな、ちょっと回避できんかった。まあ一回こっちが先にカウント決めたのはいいんですが、あえてカウントあたり もまだなくなってないし、結構ね攻撃するタイミングが多いんですよ。危な。なんか奇跡的に、やべえ、ごめんなさいね、危な。
何それでキルできないぞと。オッケー、なんかダイナモがおって、ナイスね。一応ギリギリカウントは張ってはいますね。相手あれか、あのカウントあたり使ったんか。それやとまあまあまあ、おいしい話ではある。さあピンクレール乗ると見せかけて乗らない。いやギリギリでったけど、これカウントされたらもう負けですよ。やべえやべえやべえ、やめてやめて。ナイスキル、危な、1個入れられたら負けでしたね。よかったよかった。オッケー、バッテラストリーでやってきました。パー2540です。頑張りましょう。アーマー来た、しかもダブルアーマー、そして相手ゼロっていう超有利編成。これはもう負けられないですね、マジで。キルできないか今の。さあ、貫通させてや、貫通。おお、すごい味方、すごい大爆発を難なくかわしていく。さあ竹が右にいるんで、実質門番は一人。ナイスナイスナイス。とりあえず向こう入れたのは結構でかいですね。しかもゾンビ発動してるんで、なんかアサリのゾンビの使い方いまいちわからなかったけど、こういう感じで使うのか、ちょっと掴んできた気がする。それ確実に倒したい。何お返しじゃ、それを返されたっていう。まあいいでしょう。おお、すごい飛び回ってるね。一気にガッツリと攻撃していく。やっぱゾンビって強引に2人削る取るのがめちゃくちゃいいよね。こっちはゾンビ発動で次絶しても復帰早いっていうのと、あ、やばやばいやばい、ドーン。どういうこと、何が起こった。わあ、ダメか。ナイスキル。オッケー、相手はアサリ2つなんで、そこはね、怯える必要はないと。危な、いやー、やられた。なんか相手挟み方めちゃくちゃうまいやん。相手がだいぶアサリ集めてきたんで、多分ガチャアサリ作ってくる。もうそうそう、いや1枚落としたいけど、ボトルがうまくてしっかり拾われていくと。あ、攻撃当てれんか、危ない。ダメージ受けたらそっから突破されちゃうから。うわ、危な。さあここで退場します。退場します。相手が入れて、さあ残りボトル1人。これはだいぶ攻めとしては一番マシな状態かなと思います。4人全員揃った、あの万全の状態で攻めてこられるのが一番辛い。
だいけるだと危な。さあ本体攻撃していきたい。強いなやっぱりスペシャル。しっかりこっちの攻撃が防がれてましたね。ちょっと後手後手に出続けてるので、ボコボコと入れられる可能性があるのが怖いんですが、やべやべ、ギリギリです。本当にお、味方が了解。今すぐ行きたいと思います。あそこへ。さあ貫通できるが、やられてしまうと。だけど味方が入れてくれる。これはマジで味方の判断がすごい。さあバッテラストリートやってきました。パー2510です。頑張りましょう。さあこっち甘いる、相手も甘いる。いや竹が怖い、竹の怖さ、圧、その存在による圧が嫌ですね。怖い、心臓に悪いとかもぶっ刺しに来てるからね、一発一発。さあたまたまなんか落ちてたアサリ拾って、何にアーマーが一瞬で割られた。退場します。ナイス。おお、うまいな、よう対処したな今相手。さあ強引に突っ込むが、これまずい。グハッ。さあ復帰はね、味方と合っていると、これがゾンビのいいとこですよね。やばい、飛ぶか。何何なんだその奇跡的な連携は。よしこら、あぶね。まあダメージは最小限に抑えている、素晴らしい。なんかガチャサリ作ってしまった。さあオッケー。さあカモンと言っているが、こっちで行ってますか。さあ一気にカウント進んでいく。何敵の場所が分かんない。腕ギリギリ、手首曲がりましたね。さあ味方がガツガツと入れていく。そこ飛べるようにやったら飛びたい。ああ飛べないか。もうね、不可能、めっちゃ不可能っぽいなっていう時でもね、突っ込んでノックアウトできるなら狙っていいと思います。うわーうまい、ロングが当てたの、すげえ。おお味方ナイス。さあ味方がガツガツ進めていく。お、いいんじゃないか、いい、飛んでいいんじゃないか、これは。さあ、うは、これはちょっとうますぎです。これ、こっちの、こっちの技術関係なしに相手がさ、一撃で倒してくるから。うますぎる、それは。うますぎると言うしかない。もう相手の技量に感動するしかない。やばい。やばい、危ない危ない危ない。あ、来たぞ相手が。ちょっとこれやばいでしょ、ナイス。
このスパッタリーってどうしてもこういう相手のワンチャンとかの行動に対してぶっ刺さることあるんで、やばい、それはやばい、やばい、なんか乗ったけど助けて。奇跡的に相手の攻撃が、だってこれ20カウント積んどったら9やから負けてるんですけど、飛びますか。次はこっちがワンチャンを刺していくが、させていけない。しかも味方の印鑑はもらえへんっていうのがあんまり良くない立ち回り。おお、ナイス。まあね、今ちょっとヘイトは変えたかなと思います。2人こっち見てたから、その一瞬で3個くらいアサリは入ってたんで、まあ、あの突っ込み方はそう悪くないんじゃないかなと思います。さあ、藤沢やってきました。パー2540です。頑張りましょう。さあ、編成はちょっと、こういうチャージャーいないと落ち着きますよね。まあ、ヒッテンとかいうめっちゃ怖い武器いるんですけど、ね、さあ1枚落としていくが、危な、当たらないか、当たったな今。さあ、みんなに伝えていきたい、この敵の位置を。ナイス、危ない、気をつけて。そうだよな、アーマーついてるとプライムマジで凶暴。さあ、味方がサポートしてくれた。何が起こった。おお、これちょっと逃げますわと見せかけて、危な危なって横からクイボぶつけられたけど、まあまあまあ最初に攻めれる分には全然 OK。 ナイスキル、でかい。そこにいる、いるよね。 OK、 出てこないか、危ない。ナイス、さあ、何何、ここキル取れないとダメでしょ、さすがに。ちょっとエイムが悪いですね。弾当てるの難しいですよね、本当に。なんなら今広範囲や攻撃判定の広い武器系が結構強かったりするんで、強かったりというか環境に多かったりするんで、やべ、このリードはまずいが、まあ、無視していいでしょ、あの一点を。やばい、無理しすぎた、ごめん、これはやらかした。でも味方が冷静でいてくれてる。リードされたって言ってもね、そんなにリードされてない。ガチャサリ1個入れてプラスちっちゃいの1個で解決できますから、危な。うわー、なんか出てきた、味方と思ったら敵やった。ちょっと色がわからんかった。飛ぶか、飛びますか、ちょっと欲張って。さあ、行きまーす。さあ、 OK、 ナイス。これ結構気持ちよく勝てましたね。やっぱアサリは積極的に小さいアサリ集めてってする方がやっぱ試合全体的に貢献できると思うんで、スパもね結構塗りの範囲が取れていいかなと思います。というわけでね、今日はここで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画で会いましょう。それでは、さよなら。